キーパーはスアレス、最終ライン西野、石尾、森、橋本、ボランチがヒョンと島川のコンビ、トップ下に杉本が入り、右に杉森、左に高田、ワントップは前節ゴールがありました渡大輝です。キーパーは関、最終ラインは前、平瀬、ヘナン、シンボ、平瀬は今季初スタメン、ダブルボランチ間の池上のコンビも今シーズン初です。右サイドハーフが吉岡、左は川野、ツートップが若月と梅木のコンビになりました。梅木は出場停止明けです。さあ左サイドドリブラーの高田、一度下げて橋本、ダイレクトのクロス、杉森を狙ってきた。キーパーパンチングのボールはゴールラインを割ります。コーナーキックに変わります。橋本いいボール送りましたね、はい、あの高いボールではなくてキーパーの前に速いボールを選択しました、ここはよく受けて前を向きます若月。左から上がってきた辛坊、この選手のクロスが鋭い、スッと伸びてくるボール、梅木だ。ドンピシャリで合わせましたがキーパースアレスがっちりと抑えています。ゴール前に4人残っています。スッと顔を出しました池上、ヘナンがこの位置からクロス、鋭く曲げて逆サイド、吉岡一度下げて前のミドル、シュートは池上、よく抑えましたスアレス。山口も素晴らしいですけど、まあ、最後スアレス弾かずにキャッチしましたから、この辺のやはり至近距離からのシュート、反応、キャッチング、やはり素晴らしいですよね。まあ、今日風の計算もありますので、セットプレーヤーこういうロングボールと、ここは杉本が縦にボールを収めて時間を作って味方の上がりを待つ。下げた位置にいたヒョン、ミドルを狙ってきた。これは枠のわずかに右、風に乗せてきましたヒョンリオ。しかしこのこぼれ球に対しては枚数をかけてきっちりと反応している今日の徳島です。梅木ポスト前を向く、抜けていった川野、川野と1対1、スアレス抑える。いや、よく手が伸びました。最後ギリギリまで判断をね。西野対辛坊、一度下げるヘナン、ヘナンのクロスも精度があります。ここで入れてくる梅木がいる、あっとゴールだ。思わぬ形での先制点が生まれました。山口途中投入の野よりのクロス、最後森光大が頭で弾こうというところ、ボールがこぼれた先は徳島のゴールでした。完璧なクロスでしたね。非常にスピードもありますし、失礼、野より触っています。触ってますね。野よりの得点です。うまく間に入り込んだところ、ピンポイントで合いましたね。梅木、山本、ヘナン、この辺りがターゲットか。グッと曲げてこぼれ球、ヘナンだ。左足ダイレクトで合わせました。理想の形で追加点を奪いました山口。ヘナンも今シーズン初スタメンにして今シーズン初ゴール。去年5月の15節徳島戦以来となるゴール、徳島との相性の良さを見せつけました。まあ、風もあって少し難しい部分はあったと思うんですが、うまく相手をブロックして空いたスペース、左足もう感覚の部分はあると思うんですが、うまく浮かさずにね、体の軸をしっかり保ちながらミートしましたね。一度収めて下げた川野、一人かわして左足のシュート、梅木が残す間、辛坊が受ける、ファーサイドには山本がいる、その山本が競ってこぼれたボール、さあ収めたのは川野のシュート、これは枠の上。今も山本、梅木、川野と3枚が絡んでいきました。こぼれて島川が収める、杉本ワンタッチでワンツー抜け出す、ゴール前にはブラウンの、これは枠の上、いい形作りましたね、はい。まあ、杉本のワンツー効きましたね。ゴール前にはブラウンノアが準備、クロスが来て杉本の頭で越えて、そのフラッシングのボールを坪井が足で収めようというプレーだったと思うんですが、はい、結果的にはゴールを狙う格好になりました。は
前節の水戸戦の決勝点は中野のフリーキックから相手のオンゴールを誘いました。さあ徳島いい形でボールを持つ、坪井が中で受けてその外橋本が越えていく、その橋本へ、橋本のクロス、そのままゴールの中へ、ディフェンダーに当たって少し軌道が変わりましたが枠を捉えてきました。橋本健人移籍後初ゴール、2対1、徳島点差を1点に縮めています。右サイド深いところでうまく小玉ですかね、うまく前に運べた、左サイド大きなスペースの中で橋本がねいち早く反応しましたけどね、山口にとっては少し不運ではありましたけどね、徳島のこの速い攻撃が山口のディフェンス対応しづらいところを生みましたね。いい形でカウンター発動しましたね。そして今試合終了の笛が吹かれました。ガッツポーズ志垣監督、采配が的中しました。3試合ぶり今季2勝目、そしてシーズン初のアウェーでの勝ち点3を獲得しています。